11月12日、東トルキスタンが独立した日です。でおそらくこの日は全世界のウイグルの人たちがお祝いをする日となっております。本日はですね、現在中秋事件をチベットの大虐殺とともにですね、ユネスコの記憶登録に申請中での藤岡信和先生をお迎えいたしまして、本日はこの、来日中国で行われた様々な政治的な暴力、政治的な虐殺事件についてお話をするという形で、この独立記念日を考えていきたいと思っております。本日はまず最初に、藤岡先生に30分ほどご講演をいただきます。この講演のテーマとしてはですね、もちろん通襲事件のこと、そしてこれをユネスコに登録することの意義についてお話をいただきます。その後、日本ウイグル協会から、イリハン・マハムティ会長より、30分ほどの、東トルキスタン独立記念日、そしてここで、独立国が滅ぼされてからの虐殺の歴史について簡単に報告させていただきます。その後、10分ほどの休憩を取りまして、その後、質疑応答もしくは、発言者同士のですね、シンポジウムという形にしたいと考えております。今日はお休みの日にこれだけたくさんの方が集まっていただきまして、大変、感謝しております。本日大臣さんいらっしゃってます。はい、今一番後ろにお座りなのが、ちょっとお立ちくださいませ、オルコロド大臣さん。11月10日、クリル隊、おそらく世界で初めての、南モンゴル、日本においては内モンゴルといった方が、分かればいいですけれども、内モンゴル自治区南モンゴルにおいて行われている、人権問題、環境問題に対して、全世界でそれに対して抗議している諸団体が、集結しまして、初めての国際的な連帯組織を、大臣さんの、大変な努力によって実現することができました。そしてあまりご紹介を喜ばれないかもしれませんが、その、2人ほど前のところにお座りの石井秀俊さん、ちょっとお立ちいただけますでしょうか。実はこの方がですね、そういう国際的ないろんな団体個人を呼ぶ時の、ビザ申請の窓口となっていただいて、努力していただき、わざわざ九州からですね、今回のこの集会、その他にも参加するために東京にいらしてくださいました。もちろん日本の心を大切にするぞの、政治活動もされておりますけれども、今回はそういう、特定の政党がどうこうというのではなくて、一人のですね、愛国者であり、アジア主義者としてご登録いただきましたので、ぜひ皆様、石井様にもう一度拍手の方をお願いします。いつもはこういう真面目な話をカルトしたことはないんですけど、ね、こういう時ぐらいはですね、感謝でもちゃんと伝えないといけませんし、お隣の方はランダム陽子さんという YouTube の中で大変有名な方ということでございまして、石井さんと奥さんいらっしゃいますので、別に彼女のことで、今回は実は陽子さんはいつもいろんなところで撮影とかしていただいてますけれども、今回そういう自分もですね、これアジアのことを学びたいということです。